ちょっと早いですけどね、ちょっと時間の都合上少し早めに閉店します。はい、よろしくお願いします。ちょっと時間が短いんですけど、もう一回ここ映像撮りに来ますんで、ちょっと下見っていうことで、ちょっと一旦動画をここで止めます。ちょっとはい、もう一回また来ます。よいしょ、ね、ちょっと暗くなってきたんで、はーい、あんま撮るここあれがないんで、ちょっとあれですけど、何が切れた？バッテリー切れた？何今の？鳥怖い。車で一回充電するか。よいしょ。ね、薬師堂の巻8年ぶり。もう結構風貌が変わっちゃってるような気もしますけどね。ちっちゃい神社みたいなね。うん、よし、ちょっとこれ持ってってもらっていい？このまま重いぜ。ちょっとね、今日いろいろあったんだよね。そうだね、いろいろあったね。そう、うん、それね、もう一度ここに来ますんで。夏の昼間とかだったらこういうとこいいんだろうけどな。ああ。全部竹？全部。なんか違う葉っぱも見えるけど。うん。だよな。やたら竹が鳴ってたからな。ね。すぐ鳴るから竹怖えわ。よっしゃ、帰りますか。前来た時はね、ここの看板がもっとちゃんとしてたんだけど。そう、俺向こうから来たんだよこの前、ちなみに。そう、そうそう、こっから
あ、わかるかってな。で、向こうにね、ずーっと伸びてる道があると。はい、ずーっと伸びてる道があると。はい、ずーっと伸びてる道があると。はい、帰ります。帰るよ、せんちゃん。お疲れ様です。またね、リベンジです。